お集まりの皆さん、またご近所ご通行中の皆さん、こんにちは。ただいまご紹介をいただきました八幡市会議員の亀田裕子でございます。今年4月に行われる京都府会議員選挙で、何としても森下芳美府会議員の議席を引き継ぐために全力で頑張る決意です。どうか皆さんの大きなご支援をよろしくお願いいたします。また4月後半の八幡市議選でも、先ほど期待がありました山本邦夫議員はじめ5議席を確保するために、私も全力で頑張ってまいります。皆さん、今国の政治本当に危険な方向に進んでいます。岸田政権、自民公明党、そして維新の会も憲法9条を変えて、そして大軍拡、軍備拡大、大増税路線に突き進もうとしています。専守防衛から先制攻撃をするために、5年間で43兆円もの税金を使ってトマホークミサイルを一括購入する、本当に日本を再び戦争する道へと進めようとしています。私は市会議員になる前から、子どもたちには戦争のない平和な社会で生きてほしいと平和運動に携わってきました。平和が私の活動の原点です。日本共産党は、あの暗黒の戦争時代、一貫して戦争反対を訴えてきた唯一の政党です。その政党の一員として、今の大軍拡大増税路線にきっぱりと反対し、憲法9条を生かした暮らし最優先の政治を、この八幡から実現するために全力を挙げて頑張ります。皆さん、私亀田裕子は市会議員5期20年の間、皆さんと一緒に運動に取り組んで、皆さんの声を市政へと届けてきました。子どもの医療費は中学校卒業まで無料になっています。5年前に中学校給食が実現しました。小学校の調理室で作ったおいしい給食を今中学校に運んでおり、大変喜ばれています。そして週1回ではありますが、男山病院で小児夜間救急も実施できています。またすぐこの近くにあります男山 B 地区 UR の団地、エレベーターがなくって本当に困っていた人がたくさんいます。京都府会議員団、そして国会議員団としっかり連携して UR 交渉も行い、17基のエレベーターが着きました。またそのエレベーターのすぐそばには YMBT という特別養護老人ホームと、京都府の家賃補助がある安心サポートハウス、ケアハウスが併設された複合施設、高齢者施設がオープンしました。実は私の母もこの安心サポートハウスで3年間お世話になったんです。この施設があったから、私は市会議員を続けることができました。皆さん、私はこの経験を生かして、今度は京都府政に皆さんの声を届けていきます。今京都は全国と比べても少子化が進んでいます。出生率は全国平均を下回っているんです。今日、子育て支援が大きな課題です。私、子育て応援4つの目標を掲げています。まず何といっても、子どもの医療費は高校卒業まで今すぐ通院も入院も無料化を進めます。学校給食費は無償に、大山崎町でもこの4月から給食費無償ができるそうです。そして先ほど、本当に大学の高い学費の問題切々と訴えられました。私はこの高すぎる異常な日本の大学の学費をまず半額にし、返済不要の奨学金制度を拡充します。八幡から市外の高校に通っている高校生の通学費も本当に負担が重いんです。京都府の通学費補助制度の枠をもっと増やして、使いやすい制度に変えていきます。また暮らしの問題では、
国民健康保険料を引き下げ、そして高齢者にとって本当にあまりにもひどい年金減額、高齢者の医療費の負担を2倍にしましたが、私は医療や介護の負担軽減をし、2つ目の安心サポートハウスを作って、安心して住み続けられる八幡の街づくりを進めてまいります。また暮らしの問題で、八幡市はこの4月から水道料金を平均 18% 値上げする、この方針を変えていません。今こんなに食料品が相次いで高くなって、電気もガスも負担が増えているときに、八幡市が水道料金を値上げする、本当に血も涙もない姿勢だと思います。12月議会で市長に対して水道料金の値上げ凍結を迫りましたが、なかなかいい答弁は返ってきませんでした。八幡の水道料金の値上げの大きな要因となっているのは、京都府から購入している京都府営水道の料金引き上げと、そして過去に作ったダムの建設費の負担を今生きている私たちにまで水道料金に転嫁している、この問題を見直さなければなりません。私はぜひこの京都府議会へ行って、八幡の水道料金の値上げをストップするために全力を挙げてまいります。この値上げ提案には日本共産党だけが反対したんです。自民党も民主系も、そして維新の会も賛成しました。皆さんの水道料金値上げやめてほしい、この願いはどうか私亀田裕子へとお寄せください。皆さん力を合わせて、今の国政、この大軍拡大増税計画に待ったをかける、その仕事をどうか私日本共産党にこの八幡からやらせてください。今度の地方選挙、今の国の暴走を止める大切な選挙です。戦争か平和かが問われる選挙となります。どうか皆さん力を合わせて、暮らし最優先の政治を実現しましょう。4月の前半京都府会議員選挙では、私亀田裕子、そして会議員選挙では5議席を絶対確保するために、皆さんの力を貸してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん、府会議員、この八幡市では府会議員は定数2位なんですね。それで今のところ3人、自民、そして維新の会、日本共産党以外に立候補を予定ということでございます。大切な1議席、日本共産党の議席、亀田裕子さんにお力をお貸しください。よろしくお願いを申し上げます。